ひひひ、冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの一…ん？岩の隙…この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持って。出発進行。あう、行くぞ、お前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。そうなのが出てきたな。俺が。ギアセカンド。ゴムゴムの。ジェットバザーカー。サンダーランス天砲。おいお前、降ろしちまうぞ、ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。これは気を抜けなそうな相手ね。そこまで。支援フルール、デルフィニウム。バッチオチエンタフルール、クロトワマード、ショック。バッチー。
下ろしちまうぞ。今行く。ディアブルジャンブフランバージュシャット。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランステンポ。ジャンブプルミエールアッシュ。あちちちちちち。チエンフルデルフィニウム。あちサンダーボルト、テンポ！あっちのやつ。よーし！俺？こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるが。さて。あちいな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ？燃料もねえよ私は。最後は炎の攻撃も弱まってるな。だからなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。生きてるぞ。次から次へと。一体何だってんだ。ウソップ危ない。お嬢際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。
遊んでやがれ。なんだ刀が。みんな下がってろ。ゴムゴムの。あれどうやんだ。あんたたち何やってん。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。強えな。そこまでよ。これでどう。ぶっ飛ばしてやる。こう見えてなかなかやるわよ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつは…俺の名は数年前何気にいついちまリム。
誰だ。そいつだ、うん、なあ、お前あなたが触れた後に、ええ、私の目もあなたたち海賊なのは認め、この島は船は全て海の上、嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。なんだよ。だから私は手で触れた。どういう仕組みだ。これはつまりあなたは、そうよ、他にもキューブの、キューブの持ち主、すげえな、悪魔の、知らないということ。それで大丈夫。そうか、じゃあそれしかなさそうね。よし、そのえ、あなた、さっきも話したが、血のつながりが、だから新世界のごたぶ、外の世界の常識、手始めにそのあたり、運が良ければキューブも、危険がないだって。まあそれ本当か。さあ、まあ、そうだ、飯を食わせてやる約束だ。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな。2階は寝床みてえだな。ここ風が気持ちいいわね。
じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。